はようございます。昨日北海道新聞に取材していただいて、今日がその新聞が出るということなんですけど、ありがたいことに昨日取材された方が今日も靴磨きをお願いしてくれたので、そちらに向かいます。ありがたい。少ないですけど、半分なんで少ないですけど、大幅に少ないっていう感じかって言われてます。ベニスの船歌ですか。船歌。これがベニスの船歌か。そう。そしてベートーベンのソナタ、三大ソナタと言われる三大ソナタ。三大ソナタ。宗谷味噌のタコ、いただきます。うん、これね、タケソムリエの少々ね、口の中でオーケストラしてますわ。そうだから全部共通してるわけよ。たまには新聞でも。何自転車で日本一周の旅の途中に靴磨き、大阪の佐原さん札幌訪問、多くの人に出会いたい、靴磨きで生計を立てながら自転車で日本一周を続けている大阪市の佐原総書さん、僕ですね。これ旅の途中で札幌を訪れ、地元の人との交流を楽しんでますね。全国の専門店で修行して身につけた技術は職人級で、4月に大阪を出発してから720足を磨き上げた職人級って言われてますね。同市には、札幌市には6日まで滞在し、一人でも多くの人に出会いたいと依頼を待っている。佐藤さんは世界一、世界一周を夢見て、昨春世界のどこでもできる仕事として靴磨きを始めた。札幌など全国の専門店などで修行して技術を習得。新型コロナウイルス感染拡大で海外に行けなくなったため、日本一周を計画し、4月に自転車で大阪からスタートした。大阪から来ましたね。靴を磨いた謝礼だけで生活し、各自で食事をご馳走になったり、家に泊めてもらったりして旅を続ける。もう僕ご飯220回以上ご馳走になってますからね。佐原さんは依頼があればどこへでも靴磨きに行くといい、気軽に連絡してもらえればと話している。どこへも行きますよ僕は。オールジャクソン号で明日からサングラス買わんとな。